内田雄馬ハートヒートホップ。皆さんこんばんは、内田雄馬です。内田雄馬ハートヒートホップ52回目でございますけども、3月最後の放送です。というわけで、ただいまですね、3月26日そして27日にかけましてね、アニメジャパンがやっておりますけども、皆さん遊びに行っていただけましたか？ありがとうございます。来ていただいておりましたでしょうか？はい、私もね、ステージ出演させていただいておりますので、ぜひ皆さんとね楽しい時間過ごせてるいいなぁなんて思っておりますけども、そんな内田雄馬から、お知らせがございます。内田雄馬ファンクラブイベント、ファーストファンクラブイベントがですね、5月の29日にあるんですけども、その申し込みがですね、3月28日月曜日の23時59分まで、となっております。はい、3月28日月曜日23時59分までのお申し込みとなっております。まだの方でもね、今なら間に合いますんで、ぜひとも、ファンクラブイベント遊びに来てください。先週もお話しさせていただいてるんですけども、ファンクラブイベントの方ではですね、キャラクターソングを歌わせていただこうかななんて、そんなことを考えておりまして、まあ、皆さんから今、アンケートをね、取ってます。まあそれでこう決めるというよりかは、こういうの聞きたいなとか、あ、この曲が好きっていうのを、そういうのを皆さんが聞いて参考にさせてもらって、まあ、選んでいこうかなって、そういうことを考えているんですけど、ぜひ皆さんそちらのアンケートもバッチリね、チェックしておりますんで、ぜひぜひよろしくお願いいたします。さあ、というわけでじゃあ3月最後も盛り上がっていきましょう。今夜も30分ハードヒートホップ。内田雄馬ハートヒートホップ。この番組はキングレコードセブン&アイホールディングスの提供でお送りします。内田雄馬ハートヒートホップ。改めまして、内田雄馬です。というわけで、ここから近況トークのお時間なんですけども、まあ、3月になると発表事も増えるもので、例えばテレビアニメちいかわに私、出演することが発表されたりしております。ちいかわご存知ですか？皆さん、小さくて可愛いあいつですよ。もうね、うちの母が大好きで、なんかめちゃめちゃちいかわグッズ持ってたんですけどね、えすごいですよね。 LINE スタンプとかね、よく好きで見ますけども、私ラッコで参加させていただくっていうね。まあいや俺も今見えてないのよ。現状まだ僕収録してない、この段階では収録してないんで、今このねラジオの段階ではね、だからちょっとまだ見えてないんですけどね、まあ、そういうメールもいただいてますんで、ご紹介していきたいと思います。さあ、というわけでまずはこちら、東京都の愛ちゃんさんからいただいてます。ゆうまくんスタッフの皆さんこんばんは、いつも楽しく拝聴しております。アニメちいかわにてラッコ役での出演おめでとうございます。ゆうまくんのコメントも拝見いたしました。もともとちいかわをツイッターで拝見しており、アニメ化されると知り嬉しく思っていました。そしてあの可愛い世界観のちいかわにゆうまくんが出演されると知り、もっと嬉しくなりました。松岡さんも出演されるそうで、松岡さん曰く収録現場はずっとお風呂に入っていたくなるような感覚になったとのことです。どういう意味？あったかーいってこと。やっぱさすがやね、吉嗣さん。放送楽しみにしております。というわけで、いや気になるな、そういう。さあ、まだまだいただいておりますよ。新潟県のかなさんからいただいております。ゆうまくんスタッフの皆さんこんばんは、毎週楽しい放送ありがとうございます。4月4日から目覚ましテレビ内で始まるアニメちいかわにてラッコ役でのご出演おめでとうございます。たまたま目覚ましテレビを見ていたら、姉と母がゆうまくんも出るんじゃんと私より先に反応していました。私は小さい頃からラッコが大好きで、ゆうまくんがラッコ役と聞いて朝からテンション爆上がりしました。ゆうまくん演じるラッコがどういう感じのキャラクターなのか、今からワクワクです。季節の変わり目、お体に気をつけてお過ごしください。応援していますといただいています。はい、というわけで、もうちいかわね、皆さんもうご覧になっている方々も多いのではないでしょうか。まあ、ラッコさんなんですけど収録やっぱまだしてないので、こう今自分のこう
何ビジョンがないのよこれどうしようって今すげえ思ってるの。でだから今でも今のところまあ僕の中で、まあ、迷いはあるものの、まあ、ここだろうなっていうのはね、まあ、あるんで、一応現場でねどうなる か完成したものはねテレビ放送でねどうなったのかっていうのはぜひね確かめてほしいですけど、まあでもやっぱりちいかわの世界観はねやっぱこうあの独特なでも可愛いなんかファニーななんかあの感じが癒されるっていうのがねいいとこだと思うんで、ぜひですね皆さんちいかわちょっと朝のね目覚ましテレビさんでやってますんで、ちょっと朝の癒しとしてちょっとぜひとも見ていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。さあ続きましてはこちら、みりんさんからいただいています。ゆうまくんスタッフみさんこんばんは。先日ゆうまくん初のファンクラブイベント Nice to meet you の情報が解禁されましたね。昼と夜の2部制でなんとキャラソンのミニライブもあるということで、今からワクワクが止まりません。アーティストのゆうまくんも声優のゆうまくんもたっぷり味わえるイベントになるのかなと思うと楽しみすぎて、5月29日が待ち遠しいです。キャラソンについてはリクエストをアンケートで送れるとのことでずっと悩んでます。そこで質問なのですが、ミニライブはゆうまくんのセルフカバーという形になるのでしょうか、それともキャラクターとして歌うのでしょうか。グループ曲も OK とのことで、200曲近くあるゆうまくんのキャラクターソングの中で3曲を選ぶのはとても難しくて大変ですが、たくさん考えて送りたいと思います。ゆうまくんのファンクラブイベントやキャラソンミニライブについての思いや意気込みがあったらお話をお聞きできれば嬉しいです。お忙しいとは思いますがお体ご自愛くださいといただいています。ありがとうございます。200曲万の俺キャラクターソング歌ったのすごくないありがたいですね。この10年の間でそんだけ出会わせていただけるとは。まあ、今キャラクターソングのリクエストを皆さんが取ってるんですけど、これは僕も今悩んでいるところではあるんですが、キャラクターソングってもうマジ自分の歌じゃないんでちゃんと許可取らないといけないんで、段取り組まないとちゃんとねやらせてくださいってお願いをねし、そう各社にお願いしにちゃんとね行かなきゃいけないので、なのでやっぱどういう風になるかっていうのはねもちろんこう分かんないんですけど、ただやっぱね皆さんのこう内田雄馬、声優内田雄馬のこう足跡というかね、今までのこう振り返った中ですごく大切な縁の形だと思うんですよ。キャラクターと出会ってキャラクターソングを歌って、で今の自分があるんで、だからこのキャラクターにこうで出会ったんだな内田雄馬とか、そこにこう思い出があるんだなっていうのはやっぱ皆さんの知りたいので、ぜひアンケートは引き続き送っていただけると嬉しいです。僕もそれを読むの結構楽しみにしてますんで、ぜひとも皆さんお待ちしています。はい、というわけでじゃあ続きましてこちら、なおさんからいただいております。ゆうまくんこんばんは。グッドムード発売記念オンライン抽選会お疲れ様でした。質問コーナーではインスタライブぶりにゆうま先生のハモリについての解説をお聞きできて嬉しかったです。恒例になりつつある欲しいグッズアピールタイムもありましたが、お皿と合わせてカトラリーセットが欲しいです。いいね。そしてニクロとは残念な結果でしたが、2と9の狂気を感じるダイスに笑わせていただきました。12名の強運ならぬ肉運をお持ちの皆様おめでとうございました。そしてエンジェル馬くんは過去一可愛かったですね。いつか歴代馬くんを使用した LINE スタンプの発売も期待しています。ファンクラブイベントの詳細も楽しみにしております。いつも楽しい企画ありがとうございます。なおさん典型です。来ましたね、馬スタンプ。馬スタンプ行くっか。いや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 って顔すなよその宣伝チーム揃いも揃って使えますねって顔しろよいやいやいや、そういうプロデューサーも含めて、珍しくいるプロデューサーも含めて罰出すなよ新井さんなんやん、いいじゃん、馬スタンプ出そうよ。ねえ、でも悪いよね、可愛いですけどね。書き分け、え書き分け、うん、了解了解、ごめん売れないって、売れないや売れない、やめろやめろなんだよ、しょうがないな。ちょっと馬もね可愛がっていきたいところでございますけども、グッズをね今回まあいろいろ出しまして、まあお皿いいねとか言ってまして、でお皿作ったら確かにカトラリーセット欲しくなるね。なんかそういうのいいですね。この案めちゃめちゃいいと思います。そしてまあ今回ニクロとやりましたけどね、2と9皆さん結構外れたんですけど、ただマジ12名というこのニクロとはね
まあ、ロトってあるじゃないですか、7桁の数字を選んで当てるっていうあれを2と9でだけで、そうです、やりますという。二進法、二進法、いや2個しかないから違うんですよ、違うんですよ、2と9なんですよ、うちは、まあ、な僕らもね忘れてたんですよ、ニクロとやるって言い始めて、もう何言ってんだろうっっうちのね、もう優秀な、そうそうそう、若手ね、反則マンがね、いや考えついてきて、何言うてんのやって言ってたら、でもいや違うんですと、グッドムードの発売日2月9日なんです、お考えてんじゃんっつって、でなんなら、いやこれは誰も当たんなかったらどうすんの、いえちょうどいいぐらいは当たる計算ですって言うて、蓋開けてみたら12名、前回14名だからクイズで、いやめっちゃいい数字出てるやんみたいな、何ジャストバッチリ決めてきてやがるっつってそうそう、すごいいい、だから聞く、そう、なんか今後もねバッチちょっと出るのかと否や、ちょっとその行く末は気に、皆さんね見届けていただきたいですけど、まあ本当に12名の皆様本当にありがとうございました。いやー楽しかったですね。さあというわけで続きましてこちら、あずさの焼きそばさんからいただいております。ゆうまくん、スタッフの皆さんこんばんは、いつも番組を楽しく聞かせていただいております。先日は放送50回おめでとうございます。そしてホワイトデーにはお菓子を作りたいとおっしゃっていましたが、無事にお菓子作りはできましたか。またホワイトデーにゆうまくんとばったり出会い飴をあげましたという森川としゆきさんのブログをお見かけしてめちゃくちゃほっこりしました。ハッピーなホワイトデーエピソードがありましたらぜひぜひお聞きしたいです。もうすぐ番組をリニューアルから1周年ですね。おめでたいことが続きますが、またスタッフさんからご褒美をもらって喜ぶゆうまくんが見られるのでしょうか、楽しみにしていますと。そうなんですよ、あの現場でね、森川さんとお会いして結構久々にお会いしたんですよね。マジ去年のいつぶりっていうぐらい久々に会って、そう今ね別個撮りだからやっぱ基本的にはお会いしないんですけど、でたまたま森川さんにいたんで、森川さんだっつって、でお疲れ様ですって言ったら、なんか飴あげるよっつって急に飴くれて急に飴くれる師匠そうなんですよね。で森川さんからでいろいろね、そのもらって写真撮って帰りましたすれ違いざまの楽しい、ね、ホワイトデーでしたけど、今年はね、でもホワイトデーってさ、やっぱさ逆にやっぱ何作るのがいいのかなって迷ってて、結局作ってないんだよな。何が良かった、何がいい、ホワイトデーってやっぱ飴なのとかいいって言うけどね。飴なんかチョコはダメなんでしょ、なんかね、その話したよね確か、バレンタインの時にね、クッキーはお友達、あクッキー系フィナンシェ、マカロンって作れんの、簡単なの、あそうなんだ。えマカロンって何あれマカロンってメレンゲ、あメレンゲなの、あそうなんだ。あじゃあなんかカルメ焼きみたいな見た目してるもんね、なんかね焼いてね、あやってみようかな。マカロンね確かに可愛いな。マカロンにガトーショコラみたいなやつをつけてミント刺してみたいな、どう、おしゃれでしょ、いいっしょいやいいですね。あそういうのなんか見ててきましたね。確かにマカロンとかっていいな、なんかかわいいな。そういうのちょっと作ろうかな。最近ちょっとね、あのお菓子、いやちょっとやっぱさ、あの糖質制限を始めた結果、そう食べ過ぎないようにはしてるんですよ。ただまあ自作すればお菓子って結構糖質低いものは作れる。それこそそうそう、プリンとかあとチーズケーキとかは割と糖質低めで作れるんで、そういうの作ってみようかな。マカロンもメレンゲだけで作ったらねめっちゃいいやん。あ来たな、俺の糖質制限お菓子が、火を引く時が来たぜというわけでさあ皆さん本当にありがとうございました。引き続きリスナーさんの皆さんからのメッセージお待ちしています。宛先はyuma@joqr.net です。そしてここでセブンイレブンからのお知らせです。超 A&G プラスの放送ではセブンのおすすめ食品をご紹介しておりますので、ぜひ映像でお楽しみください。それではここで一曲お聴きいただきましょう。もう4月になりますねっていうことで、始まりにぴったりなこの曲、内田ゆうまでビフォードーン。
blooming before this darkest sky has gone. You are kanae ni tobitate. Kokoro boso sa wo dou ka.そうとはしないで僕も君も同じさ臆病さを勇気に今炎を灯すんだ明けない夜の向こう終わらないストーリー描き出して滑走路が浅い日に奪われるそのまま心にかかる霧ならすぐ晴れるよ分かったふりはしないさ葛藤さえも武器にさあ今を壊すんだ二人迷ってたらこの声で照らせる道がある未だ白紙の頃に現在地を記して喜びも悲しみも紙一重の誓いで翻弄されては疲れてさ立ち上がれない日もあっていいよ僕の声よ君の歌になれいつでも君の目をじっと見つめてたい内田優馬ハートヒートアップ トレンドヒット今リスナーのみんなが熱を持って取り組んでいることやめちゃくちゃヒートな流行っているものなどをご紹介していただくコーナーです。リスナーの皆さんがハマっているものを教えてもらってます。というわけで、早速みんなのヒートなものをご紹介してまいりましょう。さつまいもえかさんからいただいております。ゆうまくんスタッフの皆さんこんばんは。私が最近熱を持って取り組んでいることはソーラン節です。いつも YouTube の動画を見ながらトレーニングをしているのですが同じメニューに飽きてしまったため違う動画を探していた時に見つけたのがソーラン節です。ソーラン節を踊るのは小学生以来でしたがまあ踊れるだろうと舐めてかかったところまんまと痛い目を見ました。あの頃と同じテンションで挑んだのですがどっこいしょどっこいしょで網を引いた後に体が全く起き上がらず自分の体の衰えにショックを受けました。私はソーラン節も踊れないのかと悔しくなって逆にやる気が湧き上がってきました。ダイエット目的のはずがソーラン節を完璧に踊り切ることが目標になりおかげで毎日汗だくになりながら続けることができています。想像以上にしんどいのでゆうまくんもお時間があれば踊ってみてください。確かに結構だってそう横にね伸脚するからね開いてこうとしてそうそうどこいしょどこいしょどこいしょですよ。にしんぎとあの歌好きなんだよな。
ね、結構ね、いやこれなかなかいい視点だと思います。ちょっとやってみたいですね。ありがとうございます。続きましてはこちら、ナミコレさんからいただいてます。内田くんこんばんは、いつも楽しく聞いています。私がハマっているのはスティックのコーヒーです。私は特に甘いふわラテがお気に入りです。ゆうまくんはスティックのコーヒーは飲んだりしますか？スティックのコーヒーあんま飲んだことないわ。なくない？なくないって俺豆から引くから。そうコーヒーメーカーあるからさ、ま、豆買ってきてガラ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 っつってで飲んでる。楽なの？もう粉末になってるやつをそれ溶かして飲むの。あそうなんだ。でもそういう手軽でいいね。確かにいろんな味のコーヒーを楽しめていいかもしれない。豆だと結構さ量買っておくからさ、そうずっとその豆なんよね。掃除も大変ですね。あそう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 、好みはエチオピアです。続いてはこちら、さくらさんからいただいております。ゆうまくんスタッフの皆様こんばんは、毎日楽しく拝聴しています。私が今熱を持って取り組んでいることはギター上達と作曲です。趣味で作詞は時々するのですが、自分の出したいコードで作曲ができません。目標は1曲作ることです。弾きたいいろんな楽曲をコードと歌詞どちらもメモして時間のある時に取り組んでいます。ゆうまくんは今熱を持って取り組んでいることやこんなことに興味があるなどありますか？長々と失礼しました。これからもお体に気をつけてお仕事頑張ってください。応援しておりますといただいてます。ありがとう。いいですね、ギターの練習もう一生楽しめますからね。ぜひともギター続けてください。そうですね、今熱を持って取り組んでることもうね、本当にもう心の底からもう嘘偽りない気持ちでじゃあ皆さんにはお伝えしなければならないことがあるんですけど、今一番熱を持っていることはダイエット。だいぶブーすなよ、ブーすなよ。え、何ですか？とダイエットしたいな、したいな。ギター今そうね、何よりも今ダイエットしたいな。ギターを上げ下げする。やばやっぱダイエットはギターですよね。持ち上げるんですよ。やばい、ギターが泣いてるわ。マジでいや本当に痩せたい。もうでも最近食欲いい、なんかもうやばいね、食欲がねバーストしてる。もうなんか過去多分数年で一番食べてるかもしれない。なんかね食べちゃうんだよね春。あーもうすぐ春ですね。いや皆さんもね頑張っていきましょう。さあというわけで引き続き皆さんが熱を持って取り組んでいること、ハマっていること、流行っていることなどお待ちしております。以上トレンドヒートのコーナーでした。内田優馬ハートヒートハップ。お送りしてきました内田優馬ハートヒートホップ、今夜もそろそろ表記総時間になってしまいました。さて番組ではリスナーのあんたからのお便りをお待ちしております。宛先はおはがきの場合郵便番号 105-8000 に文化放送内田優馬ハートヒートホップまで、メールの場合はすべて小文字で yuma@joqr.net、 yuma@joqr.net、 ユーマの綴りは YUMA です。そしてこの番組は文化放送地上波で毎週土曜日24時30分から音声でお届けし、超 A&G プラスでは毎週日曜日23時から動画で一部コーナーを変えてお届けしているので、どちらもお楽しみください。また放送後の月曜18時に内田優馬オフィシャル YouTube に番組の音声アーカイブをアップしますので、ぜひチェックしてください。さらにこの番組公式 Twitter もございます。放送終了後に僕の写真がアップされますので、ぜひフォローしてください。最後に内田優馬からのお知らせです。内田優馬ナインスシングルグッドムードとユーマ内田ライブ2021イコールサインブルーレイ &DVD が現在発売中です。そして4月から出演する作品情報です。東京ミューミューニュー青山雅也役、ヒロインタルムの嫌われヒロインと内緒のお仕事リオ役、ちいかわラッコ役、新幹線変形ロボシンカリオン Z 安城島風役、ボルトナルトネクストジェネレーションズ川木役、デリシャスパーティープリキュア品田匠役、理系が恋に落ちたので証明してみたハート、雪村深夜役などなど、引き続きと新版ありますが、呪術廻戦の再放送もこちらも放送されますので、ぜひ見てください。伏黒恵役で参加しております。
その他にも、公式ホームページ等で、作品情報を見ていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。というわけで本日の放送いかがでしたでしょうか。もうマジで春が来る、そんな明るい放送だったのではないかと思います。皆さんぜひとも暖かい春を迎えましょう。今年度最後のこの1年の締めくくりをみんな暖かく過ごしていきましょう。やば、いやもう、あやっぱ春だからね、暖かくて浮かれ気分ですわ。じゃあねみんな、また来週。というわけで今夜はこの辺でお別れです。ここまでのお相手は内田優馬でした。次回も晴れ日だ。内田優馬ハートヒートホップ、この番組はキングレコードの提供でお送りしました。